皆さんこんにちは、お酒の美術館チャンネルです。今日は女性バーテンダーを集めまして、皆さんのおすすめ好きなカクテル、ウイスキー、ブランデーを紹介していこうと思います。結構みんな働いてだいぶ期間があるので、おすすめとかあると思います。ありますよね。ありますよね。はい、めちゃめちゃありますよね。では、1人目からみのりん、はい、お願いします。よろしくお願いします。みのりんです。私がおすすめするお酒はパスワクーラーです。作っていきたいと思います。このカクテル選んだ理由は何かありますか？理由はそう、あんまりこうパスワっていうか聞かないカクテル、カクテルじゃない、リキュールの名前だと思うんですけど、色がすごい可愛いんです。ピンクオレンジみたいな感じで、女性が持ってたらすごい可愛いかなと思うので、あと結構さっぱりして飲みやすいので、これから暑くなっていく季節にちょうどいいかなと思います。本店はカクテル出ますか？女性のお客さんは圧倒的にカクテル飲まれるお客さんが多いですね。緊張するよね、これ。緊張する。絶対緊張するよね。手が震えちゃいます。もしお酒で手が震えるから、ね、禁断症状ですか？全然大丈夫だ。大丈夫ですか？私がおすすめするカクテルはパスワクーラーです。じゃあ2人目の女性バーテンダー、ゆいちゃんです。はい、お願いします。イエーイ。ではおすすめのカクテル、はい、お酒作ってください。私がおすすめするのはダイトンビタです。じゃあ作っていきます。これ選んだのは本店のインスタを更新するときに、私がカクテル好きっていうのもあって、カクテルを調べて載せようと思ったときに、甘くて美味しそうだなっていうのと、なんか色が2層になるんですよね、このカクテルが。なので見た目が可愛いなっていう、もう可愛さだけで選びました。ビタっていうリキュールがここの店舗置いてなさそうなので、代わりに他のライチリキュールでやります。この2層 と、の色が綺麗だなと思ってこれにしました。私のおすすめするカクテルはダイトンビタです。3人目、遠藤ちゃんどうぞ。はい、でよろしくお願いします。遠藤アンジュなので、アンちゃんです。お願いします。私がおすすめするお酒はアードベックの10年です。イエイ。ちなみにアードベックは結構癖のある味わいで、それで好きな方って私そんなに多く知らないですし、私自身も苦手なんですけど、それを私結構びっくりされるんですけど、20歳の時に初めて飲んだウイスキーがアードベックで、そっからもうなんか逆に前知識が知らないんで、他のウイスキーがどんなんか知らないんで、ウイスキーってこんなんなんやってなってから、めちゃめちゃハマりだして、今でもずっと飲むのはこれで、家にも 2,3 本ストックあります。じゃあいつも家とか飲み方は、は絶対にストレートです。で、ちなみに何杯ぐらい？1日何杯？ 5、6杯は全然。 1日で満杯の未開封のやつこの辺まで行ったりとかは全然しない。ってことは2日に1本開きます。私3日に1本。お客さんとかでこれ好きとかって言うと、セイロガンとか病院の匂いとかめちゃめちゃ言われるんで、なんか体臭からでも出そうじゃない？そう、なんか正直これ飲んだ後にマスクすると、口なんかマスクになんかずっとこの匂いっていうのあります。私がおすすめするのはアードベック10のストレートです。では、4人目女性バーテンダー、阿部ちゃんです。どうぞ。はい、来い阿部。はい。お願いします。おすすめのお酒をお願いします。はい、今回私がご紹介するカクテルはタンカレージンですね、と
コアントソンっていうホワイトキュラソーを使ったジンフィズです。2倍速です。自力で2倍速です。自力で2倍速嘘や。私のおすすめはこちらのジンフィズですね。次は私のおすすめを作らせていただきます。私のおすすめはシャボーのナポレオンです。これ結構濃い味わいで、私はハイボールにして飲むのが好きです。ぜひ皆さんブランデー飲んだことない方はハイボールで試してほしいです。私のおすすめの一杯はブランデーのハイボールソーダ割りです。今回は、女性バーテンダーのおすすめのお酒、カクテル、ウイスキー、ブランデーを紹介しました。今回の動画を面白いと思ってくださった方、私たちに会いたいと、会いに来たいと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。お待ちしてます